僕はカイネさんと接するたび、どこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。ああ、また見てしまった。B エンディングの続きだよ、これ。2周目の時の続きなんで飛ばしてます。カイネの回想っていうか、3回目。剣ではない、お前の腕が上がったのだ。
存分に暴れよ。3回目だと簡単だ。飛ばして、そうはいかねえか。綺麗だな。お前たち。エミール、私を呼んでくれていたのは。お前だな。僕のこと分かるんですか？エミール。エミールはエミールだ。私は間違えない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になったな。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。探してるが、あの、そおばあちゃんが3周目なんで飛ばしていくか。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ。揉め事が起きて。でも大丈夫です。僕らな。待てよ。己の身を犠牲にして村を救ったかい。だってあなたにね。私じゃあ。どうした。俺ちっとも今日お その夜は眠ることができなかった。デボルさんは初めて憎く思った。ポポルさんは冷たい人だと疑った。だが
そんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。カイネと…あ、いや…カイネさん…この子…カイネさんとまたお話ができて、僕、嬉しいです。カイネさん、一生懸命…お湯…はい…咳…ちょっと…つらい…でも…こうして…そうだ…私の話は…つまらないぞ。カイネさんのこと…もっと知りたいんです。わかった…私に魔物がつく前…私はでもたどんなにカイネさんにとって本当に大切な人なんですね。あ、そうだ、カイネさんの石化魔物付きのことやみんなで探す。僕たちならお湯をかけるよりは難しいと。もうはあ、目があまり思い詰め。ポポルさんたちの分かっ。こんにちは。よう、意外だな。いいえ。そうだな。ええ。それと、な、俺も。お前が謝、彼女ちゃんと。かなちゃん、見つかるといいな。いいエンディング？ C エンディング見るのに。武器のコンプしなきゃいけないから、ちょっと武器を集めに行きますね。崖の村に武器なんてあったかな。武器ある。知らなかった。
綺麗な。いらっしゃい。これでウェポンが95になるのか ?96。よし、来た。これで OK だ。ここは例の夢の村だな。そうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。ああ、まだ出てないんだな、ミッション。ポポルさん、あ、昨日はどうして。でもポポルさんたちも悪くない。村のみんなのためなのに。優しいのね。そういえば何か話が。ええ、石の神殿が我の。そう、魔王の居所は灯台元。でもあそ船ようやく魔物から石の神殿の裏側の道、船頭さんに言え。これでありがとう、ポポルさんには。本当に。じゃあ気をつけてね。なんだこ。さあ、船着き場水路か。ウエストクエスト 42% しかないんだよな。ようやく完成したのだな。
これで走り回らずに済むようになるといいが。移動が早くなればそれだけ早くヨナに近づけるってことだ。遠慮なく伝わせてもらおう。あれ？鉄パイプ持ってる。あれ、俺何がないんだ？96%？仕事を紹介しようか。仮面の町の住人依頼。どうも疲れやすやあ。ああ、あれからずっと仕事を認めら、すごありがとう。あ、
私さ、え、青田座色たき絶装スカと立てあつて、わかった本当。どこにあるかわかんねえんだよな、桃。皆無だろうな。なぜそう言い切れるのだ。本当にそんな植物があるのなら今頃砂漠は緑でいっぱいだろう。ハイネさんは植えたことはあるんですか。いや。じゃあ分かんないですよね。何事もやってみなくっちゃ。そうだな、試してみなくては始まらないこともあろう。楽天的な奴らだな。ああ、こういうことができんだ。今知った3周目で。すげえ。おお、こうやってやるんだ。
え？体術？わ、つけれる。防具いらないな、魔法。わ、すげえ。あ、今知った。試そう。わかんねえな、強すぎて。っていうか残りの武器何なんだ。鉄パイプ持ってんだよな。学習でしょ。探検でしょ。迷宮の声。ああ、愚者。両手剣。迷宮の歌がない。
うわー、ここだ。なるほど、これか。そして行くぞ。なんとなくね、見えたわ。ここは関係ないから、もうズガズガ行ってやるぜ。倒してやるよ。ようやく血を浴びれるな。嬉しいだろう、カイネ。アーマーガード。話しかける。
あ、なんか死んでるし。殺しがしたくてうずうずしてたんだ。アーマーブレイク。この辺も最初からか。よし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 。完璧でない者たち。そういえば聞いたことがあるな。俯瞰全体の魔物が集まっている場所が何？落ちた。
あれ、こんなのあったっけ。Greta. カイネ、エミール、今度から俺も野宿するよ。なぜですか？お前らだけ村に入れないなんて、やっぱりどう考えてもおかしい。不自然だ。抗議運動というわけですね。やめておけ。けど、このままじゃ俺の気持ちが。では、その気持ちだけありがたくいただいておきます。エミール、この大事な時期に慣れない野宿で体調を崩したら大変ですから。それに僕、カイネさんと二人きりでする野宿、割と気に入ってるんです。そういうことだ、邪魔するな。これ何のためにあんだ。
雑魚が多いな。蹴散らすぞ。さて倒すか。魔物は光に当たると知るぞ。おびき寄せろ。さすがは雑魚。あの石像がボスだ。皆を操ってる。Hey, hey, hey! ゴリゴリ。やれやれ。カイネさん。カイネ。うわ、もうずっと頭も何度だ僕。カイネさん僕頼っ。な、ありが。もう
あ、そう。これは暗号。なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手にいあききこきあな各地点の手間をけさら生きてわかカイネさん少しはい。よし、仮面か。僕の魔物か。あの、よし、朝ごはんにしよう。一旦休憩します。